こういう13年14年と繰り返していたら、本当に愛知から始まって稲葉賞先かな、そうですね、2014年の春に稲葉賞の始まりの美術館のオープンであったりとか、札幌芸術祭だったり、多治見の商店街だったり、フェスティバル東京池袋ですね、で西口公園に色紙を広げたりとか、そういったところで各地で14年に開催することになってきました。そして今年15年はですね、その札幌の去年やっていた、国際芸術祭は3年に1度なので今年はないんですが、去年の時点でその一緒に共催でその会場を運営していた共催で参加してくれていたまちづくり株式会社さんというところが、これは毎年自分たちの祭りにしたいということで、まあ、半分僕たちの手からもやや離れながら今年自主開催をしていただいて、僕たちも行ってきたんですが、それもすごい素晴らしくてですね、なんかだんだんその大風呂敷とかお祭り自体が、まあ、ちょっと一人歩きしていくようなことが起こり始めているのが、まあ、現状としてあります。そしてさっきもちょっとお話ししてたんですが、14年ぐらいから、本当に去年一昨年もちょこっとあったんですけど、14年ぐらいからお互いの場所にちょっと手伝いに行ったりとか、福島の8月15日いろんな場所から手伝いに来てくれたりとか、去年のフェスティバル東京も東京っていうこともあって、本当にいろんな場所から来てたんですよね。あの時札幌からも来てたから、柳井さんとか、すみません、だからなんか札幌の時に本当に全国の5カ所ぐらいの人がなんかこの打ち上げに来てるぞみたいな感じ、これは、風呂敷、大風呂敷サミットだっていう我々に負けですってっていうことで、まあ、それを現実化して、まあ、たまたま起こったやり取りじゃなくて、まあ、実際声掛けをしてこういう場を設けてみようじゃないかというのが、まあ、本当に今日という日になっていますので、今日はまあこれからちょっと今シリアスな話も多かったんですが、これから砕けたようでもいながら真剣に、いやミシンの糸の通し方っていうのはさみたいなそっちのシリアスですかみたいな感じで、場がピリリとしながらも崩れていくといいなと思いますので、どうぞ皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。